花見川区は千葉県千葉市を構成する行政区の一つ。花見川千本桜緑地や花見川サイクリングロードなど、花見川周辺は桜の名所となっている大規模な住宅造成地区。花見川沿いの桜並木千葉市都市計画マスタープランによると、幕張駅周辺を重要地域拠点、新ケミ川駅、幕張本郷駅周辺を地域拠点としている。 花見川千本桜緑地や花見川、サイクリングロードなど、花見川周辺は、桜の名所となっている。さつきが、丘、小手橋台、花見川などの住宅団地が多くある一方、長作、畑、柏井など、花見川流域は、田畑が広がっており古くからの街並みを、比較的よく残している地域もある。また、千葉県天然記念物、千葉市の花でも、 ある古代ハス、大ガハス発祥の地でもある。生活圏は大きく、南と北で分かれており、鉄道の利用も南は、中央、総武観光線及び、京成千葉線、北は、京成本線が最寄りである。中央区を除く国区の中で唯一中央区と接していない。千葉市の西部北端に位置し、区域は、下佐大地上に位置している。区の中心を、 区名の由来となった花見川が流れている。千葉市のうち、旧千葉郡ケミ川町、幕張町、小手橋村の区域からなる。そのため、現在でも市街地が、ケミ川、幕張、花見川団地の3地域に分散している。区名の決定にあたっての公募でも案が3つに割れ、花見川団地住民の応募と、ケミ川と幕張の中間を流れる花見川への応募が、 合わさったことで原区名に決まった経緯がある。区役所は、ケミ川、幕張の中間にあたる何和町に設置された。旧ケミ川町、旧幕張町幕張から見た、幕張新都心の長江層ビル群旧小手橋村、旧津賀村花見川区では、一部の地域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。区内の北部には、内陸工業団地が整備されている。 調査区、畑、柏井など、花見川流域では農業地が広がっている。本社、本店を置く、企業市民の森コミュニティセンター、広域避難場所東京大学県川側総合運動、上千葉市は、一市で一つの二次医療圏を構成する。三次医療圏は、千葉県医療圏。医療提供施設は特筆性の高いもののみを、記載する。 千葉県立小手橋高等学校高等学校、中学校、小学校特別支援学校各種学校幕張、本郷駅東日本旅客鉄道、京成電鉄幕張本郷駅のバス、臨時改札口路線バス高速バス、幕張パーキングエリア高速道路、一般国道主要地方道千葉市ふるさと農園、千葉市、千葉市都市計画マスタープラン、千葉市、 2019年2月7日閲覧。千葉県。千葉県保健医療計画。千葉県。2019年6月14日閲覧。千葉市。花見川区民祭り。千葉市。2019年7月6日閲覧。ありがとうございます。